ティル・ヨン・男爵デイビッド・クライブ・ウィルソン・ケイティ・ GCMG ・フラスは、元イギリス植民地総督、外交官、中国学者。1987年から1992年まで、最後から2代目の中香港、イギリス軍最高官かつ、第27代香港総督。2010年と2011年には、スコットランド協会総会高等弁務官を務めた。 イギリス議会では、クロスベンチャーである。スコットランドのアロアで生まれる。トリニティカレッジグリナルモンド校、オックスフォード大学キーブルカレッジ、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院で教育を受ける。1960年から62年にかけては、香港大学で中国語を学び、その後北京の英国国教会の選挙会で働いた。北京緩和に堪能であり、 基本的な関東語も習得している。中国での30年間のうち10年を外交官として過ごした。東洋アフリカ研究学院でチャイナクオータリーの編集に携わるため、1968年に外務英連邦省を退官。1974年に再び外交の現場に復帰した後は内閣府に勤務し、1977年から81年には、 当時香港総督であったクロフォード・マレー・マクレホースの政治顧問を務めた。その後、外務、英連邦省の南部ヨーロッパ部局長、続くアジア太平洋担当副次官時代には、1984年の英中共同声明策定部会に英国側の部会長として携わり、声明により発足した中英連合連絡会の初代、英国側上級代表に就任した。 1986年12月5日に、エドワード・ユードが北京で死亡すると、彼に代わって1987年に香港総督となった。総督としてのウィルソンには、1989年に北京で発生した天安門事件以来の香港の没落への対処が課せられた。加えて、かねてから悪化の一途をたどっていた香港への、 ベトナムからの難民の問題にも直面した。この問題は難民とされる条件に当てはまらないことが判明した。個人を強制送還するという1988年の政策制定につながった。1989年10月、ウィルソンは年次政策演説でローズガーデンプロジェクトとして知られるランタオ島上の空港建設計画を発表した。空港は 香港で航空機が使用され始めた初期から引き続いて運用されており、現代の航空需要に必要な条件を満たしていないという懸念から生まれたものだった。ウィルソンは1990年26歳の少年に課された統制の無知による無知打ち12回の刑など、香港司法における身体刑の使用を容認していた。こうした刑は受刑者の体上に消えない傷を残す。 ものであった。1991年12月、イギリス政府はウィルソンを総督の地位から退けると発表した。民主化支持陣営により、彼が広く批判を受けていたためであった。陣営はそれまでの3ヶ月間、香港で初めての立法局直接選挙を優位に戦っていた。ウィルソンは総督任期の5年間を全うした後、1992年6月に、 香港を後にした。退任以前、彼は政策改定に着手していた。これは、香港特別行政区立法会の議員のうち18名が、香港の民衆により直接選挙で選出されることに、道筋をつけるものであった。香港大学で、標準中国語を学んでいた際、ウィルソンは、中国名のウェイデウェイもしくはの名を受けている。ウェイは、ウィルソンの略。 デウェイはデイビッドを中国語に転写したものである。しかし、香港に総督として到着した際、これらの以前に使用していた名前は、関東語の発音では、実名と、ほとんど違ったものになってしまうことが、明らかになった。ニューヨークタイムズのニコラス・クリストフは、ウィルソンの以前の名前は、非常に危険な偽善に非常に似た響きに聞こえる、ものだったと述べている。また、せーの、 とト三文字目の高カは、それぞれ部首に分けると、1008人の女幽霊と読めるとも記している。香港伝代のチャンチュンコンによると、地元の一部の人々は、この名前から、二人の幽霊が戸を叩くの意を連想したという。これらは不吉で、総督の名前としてはふさわしくないものだった。香港総督に就任すると、ウィルソンは中国名をに変更した。 この関東語での発音は、英語の実名により、近いものだった。新たな名前はより好ましい意味を持ち、幸運の数字とされる三十三角からなっている。総督としての人気を終え、金華イン及びデーサイド地区のフィネン、さらに1992年には、香港のコナミネのティルヨン男爵位を得た後、1993年から2002年まで、ウィルソンはパースを本拠地とする。 エネルギー企業、スコティッシュハイドロエレクトリックの会長を務めた。また、1993年から2002年に、ブリティッシュカウンシル役員、同じく1993年から2002年に、マーティン・キュリー・パシフィック財団代表、2002年から2006年に、スコットランド国立博物館理事長も務めている。1996年には、 王立スコットランド地理協会副会長にも任命された。1997年から2013年にはアバディーン大学総長を務め、彼の退任後にはロスイー公爵夫人が後についている。英国部隊組合会長、香港組合会長、香港協会会長でもあった。2000年には失する勲章を除勲された。2002年から2008年にはケンブリッジ大学、 ピーター・ハウスのマスターを務めた。2008年10月から2011年10月まで、エジンバラ王立協会会長であり、退任後はこれを、ジョン・アーバス・ノットが継いでいる。2010年1月、2010年度のスコットランド協会総会高等弁務官に任命された。香港を南北に横切る銃のハイキングコースと、それらを含む長さ7 8トルの道が、 ウィルソン・トレールと名付けられた。1992年12月には、香港の遺産の保護を目的とした、新宅機関、ロード、ウィルソン・ヘリテージ・トラストも設立されている。ウィルソンとナターシャ夫人、2013年3月、ケンブリッジ大学にて1967年に、バーナード・グスタフ・アレクサンダーの娘、ナターシャ・ヘレン・メアリー・アレクサンダーと結婚。間に2人の息子、 ピーターとアンドリューがいる。ウィルソンは、香港の民主派から、以下の点において、批判を受けた。立法局の議員全員が普通選挙により、選出されるよう早急に対応しなかったこと。1997年の香港返還とそれ以降に、至るまで、選挙により選出される、議席数を増やす取り組みを協議する間、中国政府の出方ばかりを注視していたことであった。 ありがとうございます。